小川三千三小川三千三から千八百九十九年五月十二日は、日本の明治期の弁護士、政治家、東京市会議員、日本橋区会議長。千八百六十三年三月二十九日、江戸日本橋柏黒町軍大に生まれる。海保地区系に漢学を学び、千八百七十五年に、東京外語学校に入り、英語を修学、大学予備門を経て、 1877年に東京大学医学部に入る。しかし、害をもって、なおなすに足らずと大学を退き、1880年に東京法学校に入り、フランス法学を治める。1882年に立憲改新党に入党し、1884年に大元人試験に合格する。秩父事件では、高梨哲史郎らと共に、 高岸前桜の弁護にあたり、静岡事件で清水綱吉らを弁護、大阪事件で盾の義之助の弁護人となる。1891年に東京市会議員に選ばれ、1892年に日本橋区会議長に就任する。1899年5月12日に死去、去年37。京都か300名に近き大元人中最も春秋に富祭。 弁・顔の三者を兼備し、西洋サクサクとして世上になりと、若年ながら大元人として、名を馳せる。また、法学校においても、杉山誠一郎、森谷小之助、瀬古助二郎らと並び交中の秀才であった。デジタル版日本人、明大辞典プラスでは1864年生まれと、する。ありがとうございます。